ビリニューアルカフェカホン。ちょっとキングリオさん、はい、ここ開けてみてください。はい、はい、あ、ここ逆じゃん。あ、もう逆にしてもいいです。はい、いきますよ。はい、よいしょ。こんにちは。じゃん、こんにちは。おー、すごい美味しそう。はい、ハッピーリニューアルカフェカホン、ハッピーリニューアルカフェカホン。火を灯します。ちょっと待てい待てい。まだ主役が来てないだろう。なんで火を灯す。いや、なんかあの最近ろうそくに火を灯すじゃなくて、はい、灯す対症候群が止まらないんです。そういう症候群あるんですね。なんかほう、なんかこう暖炉の日とかってこう人をこう和ませるって言うじゃないですか。ああ、はいはいはい。ああいう心理じゃないかな。あ、焚き火がいい。すいませんね。焙煎もね、ライターも火力調整が大事です。そうですね。はい、やりづらいでしょ。じゃん、祝海藻カフェカホン。はい、はい、やりましょう。ハッピーリニューアルカフェカホン。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。消していい。はい、消してください。これ消えねえやつでしょ。これ消えねえやつでしょ。これ消えねえやつ。でも結構消えてる。結構消えてる。結構消えてる。あー、ダメだ。一瞬で笑えた。途中から火花散ってるから。じゃあこれね、昔やられたことある。そうなんですか。そう、あのプライベートのあの誕生日で仕掛けてられたことのあるろうそくだったんで、火花出てるのはなんだっけこれと思って。あ、そうだそうだ、火花出てるやつ、消えないやつだと思って思い出した。すごいすごい、火花出てる。これね、これ来ちゃうんすよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。